細川さん、年齢30歳、職業文房具屋の営業マン。特徴、常にマイナスなことが多く失望している。趣味、塗り絵。特技、泣くこと。すいません、定期の更新をお願いします。かしこまりました。何ヶ月されますか？ああ、半年で。半年ですね。あれ、お客様、今日誕生日じゃないですか？え、ああ、そうでしたね。お誕生日おめでとうございます。ああ、ありがとうございます。久々に誕生日を祝ってもらいましたよ。そうなんですか？会社や家族の方は？僕のことなんて誰も覚えちゃいませんよ。そうですか。はい、それじゃあ、お気をつけて。西海さん、取れますか？はい、西海佐藤です。これから改札取られる黒スーツ、赤ネクタイ、メガネの30代の男性のお客様、お誕生日の方です。了解です。はあ、お客様。はい。お誕生日おめでとうございます。ああ、ありがとうございます。良い一日を。ホームさん、取れますか？はい、こちらホームの長野です。これから今日が誕生日の黒スーツ、赤ネクタイ、30代のメガネの男性のお客様、行かれます。了解。まもなく光号が参ります。3号車付近、黒スーツ、赤ネクタイ、30代の男性のお客様、お誕生日おめでとうございます。え、お客様の明日が光に照らされますように。出発進行。駅員さん、本日も光号をご乗車いただきましてありがとうございます。3号車7番伊関ご乗車のお客様、お誕生日おめでとうございます。車掌さんまで。お客様、お誕生日おめでとうございます。こちらよかったらサービスのコーヒーです。売り子さんまで。お客様、外をご覧ください。やりすぎだって。